あかんな、年食うと何もならもろくなるな。もうリバチオカットって書いてありますか、すぐ分かりますから、どうぞ全然もう、見るだけでよかったドキモノカレとかっすね。はい、よろしくまさかね、郷ひろみがここにおると思ってないですからね今日は加藤さんが見れるよなんつっているじゃんもう満足してそこで帰っちゃったここでサインかよ、ちょっと一般ですか、一般ですか、あ、まっすぐ行ってください、はい、お願いします奥様、奥様びっくりしたんだよな、まさかおると思ってないからな、3度以上応援からかそう切れがないよ回転も言えますマイケル・ジャクソンやっせいじゃん見せないこれはいらない、60万で CBS 使えるのって言ってない60万もう向こうの人は買おうかなって待っとるんだけど、置いたんじゃないけど60万すごいじゃない、かっこいいわ、思わずあっち攻めちゃうとこでしたよ。
今日の感想会談か。今日の感想じゃなくて昨日感想っていうか、その僕が思う代表に向けて、はい、リバティで撮ったんだ、ね、読もうか。いい読んで、はい。リバティオーク代表加藤代表へ、先日は本社の方で大変お世話になりました。僕がリバティオーク加藤代表を好きになったのは小学校1年生の頃でした。スーパーカーにオーバーフェンダー、前代未聞のスケールに僕の心は一瞬にしてとらわれました。車だけではなく加藤代表という人にとても聞かれました。漢字が読めない、ごめんなさい。聞かれました。僕は中学生になって夏休み明けクラスに馴染めず不登校になったわ、はい、不登校になっとったんや、はい、でもそんな時に学校に行けるようになったきっかけが加藤代表という存在でした。すごいね。俺の人生フル加速、僕はその言葉の通り気持ちをフル加速させて学校に行けるようになりました。くよくよしたって前には進めない、そういうことを教えてくださったのが間違いなく加藤代表でした。加藤代表はいつまでも僕の憧れです。聞いていただいてありがとうございました。おー、マジで、あー涙出てきたわ。な、不登校とかいじめとかあるけど、それを経験としてね、前に進んでほしいです。頑張れよ、はい、こういうのがリバティオークだな。でもいじめられたり不登校になったことはすごいいい経験だと思うな、はい、で失敗もあったと思うぞ、はい、でもおじさんはいつも言うんだ、失敗をね、反省をするね、反省したら必ずもう一度チャレンジする、はい、その気持ちを絶対忘れちゃダメ、いいか、はい、はい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、はい。あと仕事なんもらわもろくなるな。すげえ、 OK です、ありがとうございます。チェーン OK です、ありがとうございます。全員集合でございます。 OK です、 OK です。じゃあ足上げて、ボンテがあって、はい、ありがとう、はい、チェーン。おはようさん、おはようさん、よっしゃー、はい、チェーン、お願いします、コッタ。あ、持ってきてくれた、マジでね、じゃあちゃんとカメラちゃんとカメラも書いてない。どうもありがとうございます。あれだった、まだ見るやろ、まだ見る、まだ見る、はい、Thank you、 うまいもん、いつまでだ、はい、お願いします、はい、チェーン、OK です、 OK。まず半額です、店頭からまず半額。これはちょっとあの、いや、絵になるな、絵になるな、うれーなー、これゆっくり道中、来る道中でも帰ってる、帰ってる、さっきのあの、地に埋まってるような車見た後やもんね、余計に綺麗に見える。ハンドル地に埋まってるやつから見たら、だっていいけどね、まあちょっと冷静にならんと、これじゃあ振り込み先だけ教えて、はい、あの、売りたいやつは早い、処理それだったら、お金だけ本当に早めにもらっていいですかって言って処理を渡してもらえんけど、お社長渡しましたから、もうキャッシュできませんから逆の回しになっちゃった、最後の最後に